こんにちはゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、今回は早稲田大学について解説していくぞ。早稲田大学は、東京都新宿区戸塚町1丁目104番地新宿区西早稲田1丁目6番1号に本部を置く日本の私立大学だ。1882年創立、1920年大学設置。大学の略称は早大。大隈重信が明治14年の政変による下野後に設立した東京専門学校を前身とする4年生の大学。1920年に日本の私立大学では慶応義塾大学などとともに最も古い段階で大学令に基づく大学となっているんだ。慶応義塾とはライバル関係にあり、早慶戦なども開催されているな。偏差値は60から70で、文系学部も理系学部も私立大学ではトップクラスの言わずと知れた名門だ。全国で一番多くの有名人を輩出している大学で、芸能人からスポーツ選手、そして政財界にも数多くの人材がいるぞ。早稲田大学は非常に受験生からの人気も高いよな。今回はそんな早稲田大学にまつわるあるあるを7に絞って解説していくから、ぜひ楽しんでいってくれよな。それでは早速、ゆっくりしていってね。早稲田大学の学生は OB/OG も含めて非常に母校愛が強い。そのため校歌や応援歌の紺碧の空などの歌は誰しもが覚えており、ことあるごとに歌うんだ。入学式や文化祭の後、そして同窓会などでもみんなで肩を組んで歌うらしいぞ。大学の校歌なんて覚えてないから、みんなが歌うというのは大学愛が強いんだろうな。早稲田大学は高田馬場駅にあるのだが、この高田馬場駅は早稲田大学と完全に癒着している感がある。近隣の定食屋や居酒屋や学生向けのメニューが多いし、アパートやマンションも学生向けだ。早稲田大学があるからこそ成り立っていってると言っても過言ではないレベル。高田馬場駅の夜のロータリーでは早稲田大学がはしゃぎまくっていたり、ゲロゲロしているのだが、これについてはもう風物詩すぎるので、景色に馴染んでいるので誰も文句を言わないそうだ。まあ文句は言っていいと思うけどな。早稲田大学には女子がいはないと言われている。なぜなら、男性と早稲女しかいないからというのが定説らしい。早稲女というのは早稲田大学の女子のことだが、女性らしさを武器にしないできない元気な人たちを指すらしい。それだけ元気な人たちなんだろうな。まあパワフルで良いじゃないか。ああ、そういうこともあって、スポーツサークルは大抵、男子が早稲田で女子が日本女子大という構成になっているらしい。早稲田大学ではキャンパスがそれぞれ色々分かれているが、学部とキャンパスによって呼び名も決まっているようだ。本県は早稲田、文県は富山女子大学、書県は所沢体育大学、理工県は早稲田刑務所、と呼ばれている。また法学部は法学部、教育学部はチベット、小学部はチャラ小文学部、文化構想学部はユアヤと呼ばれているらしい。由来についてはぜひコメントしてくれよな。早稲田大学では格言的な感じで、中退一流、留年二流、卒業三流と呼ばれている。中退した生徒の中で起業したり芸能界に進んで成功している人が多いことから、そのようなイメージがついたんだろうな。早稲田大学といえば学会と言っても過言ではない。学会というのは武蔵野油学会というラーメン屋さんのことだ。武蔵野油学会は早稲田大学にほぼ隣接しているくらいの位置にあるので、おそらく早稲田大学の人はみんなが行ったことがあるのではないだろうか。ちなみにこの油そば学会に行くことをオイル補給するっていうようだ。行ったことがあるが、めちゃくちゃ美味しかったな。早稲田大学の創設者の大隈重信さんを冠して大隈銅像というのがあるのだが、この銅像に手を出したら退学という噂があるんだ。ある学生が卒業式当日に大隈重信の銅像のところまで登って銅像に抱きついたら、その学生は卒業取り消しなる処分を受けたという逸話もあるぞ。もし中の人はぜひ教えてほしい。それではまとめに移ります。その1、すぐ校歌や応援歌を歌う母校愛が強くていいな。その2、高田馬場駅とはぐる。高田馬場といえば早稲田みたいな感じあるもんな。その3、女子がいない。早稲女も女子じゃないの。その4、キャンパスごとの異名、キャンパスに名前つけるのはあるあるだよな。その後、中退一流、留年二流、卒業三流、卒業する人が圧倒的に多い気がするけどな。その6、学会オイル補給は大切だよな。その7、大熊銅像に手を出したら退学。実際に退学になった人がもしいたら教えてくれ。ということで今回は早稲田大学について7つのあるあるを紹介してきたけどどうだったかな？他にもこんなエピソードがあるよとかこの高校も取り上げてとかがあればコメント欄に書いてね。これからもいろんな学校のあるあるエピソードを紹介していくから楽しみにしていてね。それでは、ご視聴ありがとうございました。こんにちはゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ今回は慶応義塾大学について解説していくぞ。慶応義塾大学は東京都港区三谷丁目15番45号に本部を置く日本の私立大学。1858年創立、1920年大学設置。大学の略称は慶応、慶大。慶応義塾大学は、中津藩士の福沢諭吉が判明により江戸築地鉄砲図の中津藩中屋敷内に、1858年開校した蘭学塾を起源に持つ大学だ。慶応義塾では、在学生を塾生、卒業生を塾員、この二者に加えて教員などを合わせた関係者すべてを義塾者中と呼ぶ。また、福沢諭吉を除いては継承を君とする習慣があるらしい。偏差値は60から 72.5 と日本の私立大学の中ではトップオブトップだ。特に医学部は最難関と言ってもいいレベルだな。数多くの有名人を輩出しており、嵐の櫻井翔さんや石原裕次郎さん、菊池風磨さんやトリンドル・レイナさんが筆頭だな。それだけでなく社長の輩出数は大学トップと言っても良いレベルであるし各企業には慶応義塾大学の卒業生からなる見高い罰があって出世しやすいみたいな話もあったりするぞ。今回はそんな慶応義塾大学にまつわるエピソードを4つに絞って解説していくからぜひ楽しんでいってくれよな。それでは早速、ゆっくりしていってね。慶応義塾大学を作ったのは福沢諭吉大先生であるということは皆さんも知るところであると思うが、慶応大生は福沢先生推しがすごい。毎年、新入生全員に入学関連の書類とともに福沢諭吉の自叙伝である福王自伝が送付されるようだ。そして日吉記念館で行われる入学式では上に巨大な福沢諭吉の肖像画が飾られ、新入生は早々から独立自尊の慶応スピリットに触れることになるんだそう。日吉や三田、SFC の各キャンパスには福沢諭吉の銅像が置かれ、愛好心の足りない塾生が台座に乗ると留年するというジンクスもあったりする。そして福沢先生のお墓参りに行ったりする生徒もいるようだ。福沢諭吉の誕生日に墓参りをすると単位が取れるという噂もあるぞ。そして天皇誕生日は授業日なのに福沢諭吉先生の誕生日は休みなんだそうだ。慶応大学では天皇よりも福沢先生が偉いということなのかな。すごいね。慶応大学では、学生のことを塾生、生徒の名前は君付けで呼ぶという慣習があるんだ。そもそも慶応義塾というように、慶応の起源には塾という呼び名があって大学公式ホームページにも以下のような掲載があるぞ。慶応義塾は1858年、福沢諭吉が江戸に開いた蘭学塾から始まった。創立から150年を超え、現在は小学校から大学大学院までを要する、日本で最も長い歴史を持つ総合学塾として幾多の人材を輩出している。公式の見解では、教授のことも女子学生のことも君付けするとされている。慶応義塾では、先生というのは創立者たる福沢諭吉先生一人に限り、他の教職員はすべて君付けで呼ぶ習わしがある。それは、福沢諭吉だけが先生である、というしきたりがあるからなんだな。そのため、成績表などでは男女問わず君付け記載がされているもののみんな慣れていて特に気にしていないんだそうだ。とはいえ教授のことを本当に君付けで呼ぶ人はほとんどいないらしい。なかなか勇気がいりそうだがぜひ慶応に通っているあなたには君付け呼びをトライしてほしいな。慶応義塾大学では留年して三田に行けない人を在日と言い日吉で落とした授業を再履修しに三田から日吉に行くことを来日と言うんだそうだ。この日という字は日吉から来ているようでみんなが留年や再履修にビビっているようだぞ。これは日吉キャンパスに限った話なんだが、日吉駅に対して大学の反対側、通称日用らにはまるで食の宝石箱のように美味しいお店がたくさんあるらしい。ラーメン屋だけでも10軒、定食屋は10カ所以上、カフェも10カ所以上ととにかく食には困らないほど数が多い。学生向けのお店が多いので基本的にほぼ全部安くて多くて美味しいらしい。キャンパス内にも学食はあるものの、日吉キャンパスの慶応生は日浦でお昼ご飯を食べる人が本当に多いんだそうだ。人気のお店はいつも混んでいるため、ゆっくり好きなお店でお昼ご飯を日浦で食べるために昼休み前後の2軒か3切りを空きコマにし、日浦ランチを満喫する人もいるようだぞ。それはぜひ食べに行ってみたいな。京総線をはじめとする東京六大学リーグ戦は、基本土、日に行われて先に2勝した方が勝ち点を獲得するルールになっている。慶応大学では、京総線が1勝1敗状態などによって、月曜日まで試合が延びた際に、2限以降の授業が休校になるんだ。そのため、ほとんどの慶応生は慶応の勝利を願いつつも3戦目まで勝負が持ち越されることを祈っているようだ。早稲田だと早慶戦って呼ぶのに慶応は慶総戦って言うんだね。ああ、やはり自分の大学を最初にするようだぞ。それではまとめに移ります。その1、福沢先生推しがすごいまあ神格化されているんだろうな。その2、塾生やくんづけ呼びに慣れているぜひ先生を君呼びしてほしいな。その3、在日来日まあ大学独自の用語ってあるもんね。その4、日浦めちゃくちゃ美味しそうなお店ばかりだったから行ってみたいな。その後、慶総戦では、1勝1敗状態を期待学校休みになった方が嬉しいもんね。ということで今回は慶応義塾大学について4つのポイントを紹介してきたけどどうだったかな？他にもこんなエピソードがあるよとかこの高校や大学も取り上げてとかがあればコメント欄に書いてね。これからもいろんな学校のあるあるエピソードを紹介していくから楽しみにしていてね。それではご視聴ありがとうございました。こんにちはゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ今回は上智大学について解説していくぞ。上智大学は東京都千代田区紀尾井町7番1号に本部を置く日本の私立大学、教皇町立大学である。1913年創立。1928年大学設置。上智大学は、世界最大の教育機関運営組織在学生は全世界で約290万人でもあるキリスト教のカトリック修道会イエズス会が開設し、現在は学校法人上智学院が経営する大学だ。日本初のカトリック教会系大学なんだな。ちなみに上智の名はカトリック教会の祈りである聖マリアの連頭の中にあるシーズサピエンティアへ上智の座から名付けられたと言われている。偏差値は55から70で特に外国学部の難易度は相当高くなっており、よく早慶上理という括りにされており知名度は高く非常に名門の大学だ。それでは早速、ゆっくりしていってね。上智といえば外国語のレベルの高さで知られているのはイメージできると思うが、この外国語の授業は非常に大変なんだそうだ。各授業においては出席がマストで宿題も多いのでちょっとでもサボってしまうと単位を落としてしまうことになるんだとか。各言語ごとに異名がついているようで鬼のイスパ地獄のロシア灼熱のポルトガル茨のフラゴ島と呼ばれているぞ。ちなみに楽な学部は法学部と経済学部で特に法学部は出席不要でテスト1本で単位取れたり卒論すらなかったりするんだとか。なるほど。じゃあ大学で遊びたい人は上智の場合は法学部に行くのがおすすめってことかな。ああ、おそらくそうだと思うぞ。上智大学では浴衣デーという日が設けられているぞ。これは毎年7/7に開催される浴衣で授業を受けるというなんともリア充なイベントだ。ちなみに着付け部屋というのも用意されるようで、朝から来てくる生徒もいればその場で着付けをする生徒もいる。なんかめちゃくちゃ楽しそうですごい羨ましいんだけど。ああ、この日までに恋人ができない女子は残飯と呼ばれ恋人ができない男子はカビと呼ばれて悲惨な目に遭うらしいぞ。なんとしても恋人と参加したいイベントだな。上智大学では以前はミス・ミスター・ソフィアという形でコンテストを行っていたんだ。ところいこのコンテストは女子アナやモデルの登竜門になっていたりするイベントで非常にレベルが高かったのだが、外見至上主義ルッキズムの問題をめぐりミスソフィアは廃止され2020年からは性別を問わないソフィアンズコンテストを始めたらしいんだ。このソフィアンズコンテストではソフィア祭までの活動期間の中で自身の魅力と社会課題を発信するインフルエンサーとしての活躍を競うものなんだそうだぞ。なるほど外見だけでなくその他の部分でも測られるんだね。上智大学はなんと男女比が3対7なんだ。え、女子多すぎない？ああ、なので完全に男子はハーレム状態だ。ただ、理工学部だけはそんなこともなくあれって感じらしい。まあどの大学でも理系は女子が少ないもんな。おそらく想像がつく人は多いと思うが、上智大学は可愛い子が多すぎるらしい。いろんなタイプがいるが、女子はどのタイプでも可愛いので、よほどのコミュ障でない限りは可愛い女の子と友達になれるんだとか。何それ羨ましすぎる。ああ、上智の友達と合コンをするとレベルがめちゃくちゃ高いからいいぞって知り合いが言ってたな。上智大学の生徒は英語がみんなできる。そのため T シャツやパーカーなどの英語の文字はみんなが理解できてしまう。それなので T シャツに書いている英語の意味がダサいと普通にいじられてしまうんだとか。また、いじられないまでもみんなになんかバカにされてる気がして、基本的にそもそも英語の文字が入った服は着ていけなくなるんだとか。なるほど、英語ができる大学だとそういう弊害もあるのね。上智大学は外国語に秀でた大学なので予想はつくと思うが、 TOEIC も TOEFL も点数が高くて、英検1級もザラなんだそうだ。また帰国子女も多く日本語と英語が混ざってる女子が多いんだとか。例えばさっきの授業の課題って When is the deadline? You have to submit. Maybe next Tuesday. みたいな感じでルー語よりルー語っぽい会話が繰り広げられているんだとか。もはや英語だけで日常会話をされてしまうことも多いようだ。普通に通っているだけでも英語力がつきそうだね。上智の人であればほぼ全員知っているぞっていう、いわゆる上智語があるようなので紹介していくぞ。これを知っていたら上智大生の仲間入りらしいから、新入生は覚えてくれよな。メンスと上智大学の真ん中を通る道のこと。メインストリートの略称。授業の移動の際には多くの学生が通り、いろいろな友達とすれ違うこととなるぞ。セブ地下北門を入ってすぐのところにある、地下にあるコンビニの略称。昼食時を中心に非常に多くの学生が利用することになるぞ。浴衣デイ、毎年7月に行われる、みんなで浴衣を着て登校をする日のこと。1年生の時は気合を入れて浴衣を着るも、上級生になるにつれて着なくなっていく傾向にあるようだ。ザビエル祭、12月3日であるザビエルの命日を上智大学では全学休校となっている。この休みを利用して旅行に行く人などが多く、上智生は12月頭にザビエルに感謝をするんだそうだ。それではまとめに移ります。その1、外国語大変、まあ想像はつくけど、単位取るのきつそうだね。その2、浴衣で、これは本当に羨ましいよ。その3、ソフィアンズコンテスト、インフルエンサーを目指すってなんかすごいな。その4、男女比がえぐいねえ、だから羨ましすぎる。その5、可愛い子多すぎるねえ、もう羨ましすぎて何も言えません。その6、よく意味知らずに着てる英語が書いてある T シャツ、キャンパスに着ていけない、これは普通にちょっと怖いな。その7、帰国子女多い、海外の雰囲気が漂っているのはいいよね。その8、上智語、これはちゃんと覚えておこうな。ということで今回は上智大学について8つのポイントを紹介してきたけど、どうだったかな？他にもこんなエピソードがあるよとか、この高校も取り上げてとかがあればコメント欄に書いてね。それではご視聴ありがとうございました。こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、今回は東京理科大学について解説していくぞ。東京理科大学は日本の私立大学だ。東京都新宿区に本部を置いており、略称は理科大だな。東京理科大学は、1881年創立の東京物理学校を主な前身に、1949年に設立された、理学工学薬学経営学をはじめとする分野を包括する理工系総合大学、教育と研究を共に重視する教育研究機関を目指している。教育面では見学時からの伝統として、実力を備えた学生のみを卒業させるという実力主義を打ち出している。偏差値は40から 62.5 と、特に上位クラスの学部はかなり難易度が高く、総計上理とくくられることもあったりする。有名人は芸能人だとムロツヨシさんや福岡みなみさんを輩出しているほか、数多くの社長や元総理大臣の吉田茂さんも理科大を出ていたりするぞ。そして特にものづくり系の企業には就職が非常に強く、大学推薦で就職していく人も非常に多いので、学生からは比較的人気の高い大学だ。今回はそんな東京理科大学にまつわるエピソードを4つに絞って解説していくからぜひ楽しんでいってくれよな。それでは早速、ゆっくりしていってね。東京理科大学が北海道にあるわけがないと思うかもしれませんが、実は存在するんだ。理科大生なら誰もが知っている長万部キャンパスだ。長万部キャンパスは基礎工学部の1年生だけのために作られたキャンパスだ。基礎工学部に進学した学生は北海道の長万部町で1年間寮生活を送ります。主なイベントとしては登山、毛ガニ祭り、スキーなどがあり、なんとスキーをすると単位が取れるという話もある。入学式終了時のアナウンス、基礎工学部の皆さんは会場前にバスを準備しておりますので、これから長万部キャンパスまで移動していただきます。それと同時になぜか他学部から聞こえる笑い声は非常にショッキングであるが、そう入っても行ってしまったら楽しむ生徒が多いんだとか。たとえ容姿がいまいちな女の子も長万部キャンパスではモテモテになるということを称した長マジックは有名だな。まあみんなで1年北海道で生活するのはきっと楽しいんじゃないか？私は行きたくないけど。東京理科大は5年生大学と揶揄されている。というのも留年率が非常に高いんだ。これの直接的な原因は追試験がないというのが当たる。どこの大学でも、点数が悪いと追試があってこの追試を落として初めて落胆することになるはず。ただ理科大には追試験のような救済措置がないんだ。本気の一発勝負で、落胆が決まってしまう。これが留年率が高い一番の理由なんだ。そして留年率が高い以外にも非常に厳しく鍛えられるので休日だろうとゴールデンウィークだろうと授業は休みにならないことが多いし、夜まで光が灯っていて研究室は寝泊まりはザラなんだとか、まさに実力主義だな。世間では理科大生といえばダサい、モテないという印象があると思う。理系大学で女子も少ないことから、理科大生はあまり服装に気を使わない傾向があるんだろうな。それについては理科大生自身も気づいているようで、上智大学の浴衣デーを真似てチェックシャツデーという自虐イベントを作るレベルだ。またダメージジーンズやダメージニットを着て登校すると必ず周りに服破れてるよどこかで引っかいたの？と言われるので、理科大に行く際は注意が必要だ。理科大ではおしゃれをしている人がもはや変な目で見られるので気をつけた方がいい。逆に言うとどんなラフな格好で教室に座っていても誰も気にしないのでその点は楽だと言えるな。実は東京理科大学は長野と山口にもあるんだ。長野には公立諏訪東京理科大学というのがあって諏訪6市町村岡谷市諏訪七野市諏訪郡下諏訪町富士見町原村は大学誘致を目的として公私協力方式で学校法人東京理科大学と提携し、1990年に東京理科大学諏訪短期大学が開学。その後、2002年に短期大学から大学に移行し、2018年に公立化したという経緯なんだ。そして山口にも山陽小野田市立山口東京理科大という、もはや東京でもなければ私立でもない大学があるんだ。これらはもともと前身が東京理科大学の系列校だったからということなんだが実際今のところはほとんど関係はないようだ。長野と山口の東京理科大学は公立というのもなんか面白いよね。それではまとめに移ります。その1、長万部キャンパス私は行きたくないけど、めっちゃ楽しそうだね。私は行きたくないけど。その2、5年生大学留年してもまあ就職先が良いならいいんじゃないかな。その3、服装ラフな格好でも浮かないのは逆にいいんじゃない？その4、長野県と山口県にもある長野と山口に東京という名前があるのがなんか面白いね。ということで今回は東京理科大学について4つのポイントを紹介してきたけどどうだったかな？他にもこんなエピソードがあるよとかこの高校も取り上げてとかがあればコメント欄に書いてね。これからもいろんな学校のあるあるエピソードを紹介していくから楽しみにしていてね。それではご視聴ありがとうございました。